3. 何者が何のためにここへ来て、混浴いくつもの穴を掘るのか。父はいよいよその判断に苦しめられた。そこでハドソンと相談して、今夜は2人が草むらの中に隠れていることにすると、年の若い英国の騎兵はこの探検に興味を持っているらしく、宵のうちから草むらに忍んでいて、何かの合図には口笛を吹くと言った。しかも、10時を過ぎる頃まで彼の口笛は聞こえなかった。家内のものを寝かしてから、父も身支度して空き地へ出張したが、今夜は風のない夜で、草の葉のそよぐ音さえも聞こえなかった。二人は、夜露に濡れながら、いたずらに一夜を明かした。奴らも警戒して、迂闊に出てこないのだろう。と、父は思った。第一の夜には、父に追われ、第二の夜には犬に追われ、彼らも自分たちの危険をおもんばかって、ここへ近寄ることを見合わせたのであろう。常識から考えても、そうありそうなことである。ハドソンはその後2晩も張り番を続けたが、ついに何の新発見もなかった。父は夜露に打たれたために少しく風邪をひいたので、当分は張り番を見合わせることになった。それでも毎朝一度ずつは空き地を見回って、新しい穴が掘られているかどうかを調べていたが、最初に発見された9箇所と、後の1箇所と、それ以外には新しい穴は見出されなかった。彼らもこのいたずら、まずそうらしく思われる、を中止したらしかった。それから半月余りは無事に過ぎた。その以来、家内の女たちを脅かすような怪しい響きも聞こえなくなって、この問題も自然に忘れられかかった時に、父は、ふと、あることを思いついた。それは、あたかも日曜日の朝であったので、父は、すぐに近所の米屋を訪ねた。米屋は、前に言ったような事情で、私の家を昔の持ち主から譲り受けて、さらに、それを私の父に売り渡したのである。そうして、現在も私の家へ米を入れている。その米屋の主人に会って、昔の持ち主のことを尋ねると、主人はこう答えた。その節も申し上げましたが、あなたのお屋敷には足立さんというお武家が住んでいらっしゃったのでございますが、そのお方は脱走して、越後口で討ち死にをなすったということでございます。その足立という人の家族はどうしたね？と、父はまた聞いた。どうなすったかわかりませんでしたが、一月ほども前に、その奥さんが、ふらりと訪ねておいでになりまして、なんでも、今では上総の方とかにおいでになったというお話でした。そうして、私のうちには誰が住んでいるとお聞きになりましたから、矢橋さんという方がお住まいになっていると申しましたら、そうか、と言ってお帰りになりました。その奥さんは今どこにいるのだろう。やはり道区内で芝の片門前にいるとかいうことでした。どんな風をしていたね。さあ、と主人は気の毒そうに言った。ひどくみすぼらしいというほどでもございませんでしたが、あんまりご都合は良くないようなご様子でした。奥さんはいくつぐらいだね。瓦解の時はまだお若かったのですから、35、6ぐらいにおなりでしょうか。子供はないのですかね。お嬢さんが一人、それは上総のご親類に預けてあるとかいうことでした。片門前はどの辺かわからないのかね。先様でも隠しておいでのようでしたから、私の方でも押し返しては伺いませんでした。
それだけのことを聞いて、父は帰った。父の想像によると、庭の空き地へ忍んできて、一度は穴に落ち、一度は犬に追われた女は、この足立の奥さんであるらしく思われた。もちろん、取り留めた証拠があるわけではないが、庭の空き地に穴を掘るのは、単にいたずらのためにするのではない。おそらくは、土を掘り返して何者かを探し出そうとするのであろう。足立の家に何かの伝説でもあるか、あるいは脱走の際に何かの貴重品でもうずめて立ち去ったか、二つに一つで、それを今日になって、密かに掘り出しに来るのではあるまいか。今日では土地の所有権が他人に移っているので、表向きに交渉するの面倒を避けて、密かに持ち出していこうとするのではあるまいか。穴を掘るのは、心当たりの場所を掘ってみるのであろう。それが成功して幾度も取りに来るのか、あるいは不成功のために幾度も探しに来るのか、それはわからない。また、かの女の他に、幾たりの味方があるか、それもわからない。もし、果たしてそうであるとすれば、まことに気の毒のことである。自分は決して、自己の所有権を主張して、遺族らの発掘を拒んだり、あるいは、その掘り出し物の分け前をもらおうとしたりするような、欲心を持たない。正面からその事情を訴えて交渉してくれば、自分は心よくその発掘を承諾するつもりである。もしその住所が分かっていれば、念のために聞き合わせるのであるが、片門前とばかりでは少し困る。父は再びかの米屋へ行って、足立の奥さんという人が重ねてきたらば、その住所番地を聞き正しておいてくれと頼んだ。それでも、父はまだ気になってならなかった。米屋の主人の話によると、かの奥さんはあまり都合が良くないらしいという。してみれば、うずめてある宝を一日も早く取り出したいと思っているに相違ない。片門前は二町であるが、佐野見広い町ではない。県別に探し歩いても知れたものであると、父は、その次の日曜日に思い切って探しに出た。広い町でないと言っても、一丁目から二丁目にかけて県別に探し回るのは容易でない。父はほとんど湖畔日を費やして、ついに足立といううちを見出し得ないで帰った。あるいは他人のうちに同居でもしているのではないかとも思われた。この上は米屋の通知を待つのほかはなかったが、足立の奥さんは再び米屋の店にその姿を見せなかった。私の庭の空き地へも誰も忍んでくる様子はなかった。それからまた半月余りを過ぎて、9月初めの新聞紙上の片門前の女殺しの記事が現れた。森川権七という古道具屋の亭主が、その女房のお稲を殺した、というのである。権七は31歳で、お稲は年上の37であった。新聞の記事によると、お稲は旧幕臣の足立源五郎の妻で、源五郎は越後へ脱走するときに、中間の権七に友をさせて、妻のお稲と娘のおむつを、カズサの親戚の方へ落としてやったが、源五郎戦死の噂が聞こえて後、お稲と権七の主従関係はいつか夫婦関係に変わってしまった。それには親戚の者どもの反対もあったらしく、お稲は娘のおむつを置き去りにして、若い男と一緒にカズサを駆け落ちして、それからそれへと流れ渡った末に、去年の春頃から、東京へ出てきて、片門前に小さい古道具屋を始めたのである。権七は、古才の聞く男で、商売の上にも子孫字がなく、どうにか一軒の店を持ち通すようになると、
彼は、年上の女房がうるさくなってきた。ことに、お稲は旧主人を傘に着て、とかくに亭主を尻に敷く形があるので、権七はいよいよ嫌気がさしてきた。目と鼻の間には、神明の矢場がある。権七は、その若い雇り女に馴染みができて、毎晩そこへ入り浸っているので、お稲の方でも嫉妬に耐えかねて、夫婦喧嘩の絶え間はなかった。その晩も、いつもの夫婦喧嘩から、一杯期限の権七は、店に並べてある商売物の中から、大工道具の手斧を持ち出して、女房の脳天を打ち割ったので、お稲は即死した。権七も、さすがに驚いて、どこかへ姿を隠した。足立の奥さんの消息は、これでわかった。古道具屋の店は、森川権七の名になっているので、父が探し当てなかったのも無理はなかった。二三日の後に、父が米屋の主人に会うと、主人もこの新聞記事に驚いていた。権七という中間は私も知っています。上州の生まれだとか聞きましたが、子作りの小粋な男でした。あれが、ご主人の奥さんと夫婦になって、おまけに奥さんをぶち殺すなんて、まったく人間のことはわかりませんね。と、主人は嘆息していた。9月の末に大嵐があった。午後から強くなった雨と風とが、宵からいよいよ激しくなって、明け方まで荒れた。ことに、ここらは品川の海に近いので、辰巳の風は一層強く吹き当てて、私のうちの屋根瓦も随分吹き落とされた。庭の立ち木も吹き倒された。塀も傾き、柿も崩れた。しかし、東の白む頃から雨も風もだんだん静まって、明くる朝はうららかに晴れた日となったが、どこのうちにも相当の被害があったらしい。父は自分のうちの構え打ちを見回って歩くと、前に行った立ち木や塀の被害のほかに、西側の高い崖が崩れ落ちているのを発見した。幸いにその下は空き地であったが、もしも住宅に接近していたらば、私のうちは潰されたに相違なかった。早速に出入りの職人を呼んで、崩れ落ちた土を片付けさせると、土の下から一人の男の死体が現れた。男は崖崩れに押しつぶされて生き埋めとなったのである。彼は手に鍬を持っていた。警察に訴えてその取り調べを受けると、生き埋めになった男は女房殺しの森川権七と分かった。権七は、かの事件以来、どこかに漱石をくらましていたのであるが、どうしてここへ来て、こんな最後を遂げたのか、誰にも想像がつかなかった。やっぱり、私の想像が当たっていたらしい。と、父は母に囁いた。空き地の草原へ穴を掘りに来た者は、おそらく、権七とお稲であったろう。父が想像した通り、彼らは何かの埋蔵物を掘り出すために、幾度か忍んできたらしい。権七は、女房を殺して、どこにか姿を隠していながらも、やはり、かのうずめたる者に未練があって、嵐の夜を幸いに、またもや忍び込んできて、今度は崖の下を掘っていたらしいことは、彼の手にしていた鍬によって知られる。しかも、夫婦は彼に幸いせずして、かえって崖の土を彼の上に押し落としたのであった。これらの状況から推察すると、彼らはついに求むるものを掘り出し得なかったらしい。それが金銀であるか、その他の貴重品であるか、もちろんわからない。父は彼らに代わってそれを探してみようとも思わなかった。明治10年
今から振り返ると、やがて50年の昔である。あの辺の地形も全く変わって、今では一面の人家続きとなった。権七夫婦が求めていた掘り出し物も、結局、この世には現れずに終わるらしい。